しかし今回の件は残念だったな。まさか柴田が組織の裏切り者だったとはな。もう俺はあいつのことガキの頃から見てるからよ。そりゃショックだ。お前らもな、なあ仲良くしてたわけだろ。あまあショックもあるだろうな。もう、呼び出してたよ。あと5分ぐらいだな。仕事顔出すって。まだあの裏あれだ、何の件で呼び出したとかは言ってねんだけど、どうだろうな。あいつ感づいてるかな。なお前ら、もうすぐ柴田が来るわけだろ。そしたらまあそのタイミングで必然的にあれだよな、あのボスである俺の仕切る感じにこうなるよな。でこうどっかしらのタイミングでな、俺が柴田お前裏切ってるらしいなみたいなこう言う必要があるよな。事前にあのお前らの意見を求めておきたいんだけども、そのあの柴田裏切ってるらしいなって、これはあのどのキーが正解だ。どれが一番なんかその威厳があるっていうかさ、でこういうこうメンバーの裏切りってさ、ボスのそれ試されるんだろ。だから俺ここ割と決めだなと思っててさ、ちょっと一番いい、お前裏切ってるらしいなっていう、一番今のは多分ダメなんだけど、なんか一番いいやつ入れたい。いろいろシミュレーションはしててさ、まあオーソドックスなパターンもあるし、あと逆にこう、関係ない話題から入ってこうさらっといくやつもあるよな。お柴田、久しぶりだな、どうだお前、ガキが大きくなったのかい。そうか、じゃあなんだ部活とか始めさせたのか。まあそうか、あじゃあバットとグローブ買ってやんなきゃいけねえな、でもお前裏切ってるらしいなみたいな、こういう流れありきみたいな感じの、これが逆に一番怖いみたいな、そういう可能性ももちろんあるし、それもちろん結構有力な選択肢だし、逆にその入ってきた瞬間にこうちょっと軽いノリで言うぐらいが一番怖いというか伝わるみたいなパターンもある。だ柴田が入ってきて、おー柴田お前裏切ってるらしいじゃんみたいな、こういうこういう入り方もあるな。多分この後すぐ殺すんだろうなみたいな、そういう圧もあるよな。絶対その瞬間に柴田震え上がるだろ、じゃあ結果的に俺が強いみたいな、そういうこう構図が生まれるよな。俺威厳が欲しい。いやもちろん分かってる、この場でお前らにこの話をすることで、今俺の威厳がこう急速に下がってるのは分かってるんだよ。今どんどん俺のこと何気にしてんだとお前ら思ってんだろ、それはもう分かってんだ。ここで一旦下がっても、その柴田に対する一言で戻せばいいだけだから、俺そこでグーって回復するって、そので今失ってる分も含めてグーっていく一言は何だったか。でもちろんその文脈とか工夫せず純粋になんかそのまで出すパターンもあるよ。柴田、お前裏切ってるらしいな。渋すぎるかな。ちょっと狙ってる感じ出るかな。なんか俺
一番避けたいのは、あ、なんか準備してきたなって思われる感じ。柴田がそれを察するのが一番嫌なの。あ、なんかボス練ってんなっていう、練ったのを出してきたなっていう。で、それを考えるとこう変に工夫せず、おー柴田、あ、よく来たな、座れ座れ、うん、お前なんか言うことはないかみたいな、そういうこう割とこうシンプルイズベストみたいな、そういう、あ、でもそれはそれでちょっと花がないというか、うん、どれが一番今後の俺の人生にとって得なんだろうとか、今後のな、その柴田との関係とかもあるわけだから、そういうこう入れ、柴田座れ。柴田、おめんどこのガキはいくつになった？まあそうか、じゃああれがなんか部活とか始めさせたのか。もうそうか、だったらバットとグローブ買ってやんなきゃいけねえな。メーカーどこがいい？うん、水野な。でも久しぶりだな。ああ、なんかこう腹割って話すタイミングもなかったからよ。どうだ、一緒に飯でも行かねえか。ああ、今度さゆっくり時間空けてさ、それこそ天ぷらとか食べに行ってよ。なあ、なあ、天ぷら行こうぜ。お前その、天ぷら好きか？好きか、俺も天ぷら好きだ。いいな。じゃあ行こうな。 あれだよな、天ぷら屋に行くとさ、こう塩選べるだろ。あれ楽しいよな。なんか4種類とかあったりして、家だと塩せいぜい何2種類ぐらいしかこう置いてない。2でも多い方かもしれない。1が大体4ぐらいあってな。なんか、あれなんだあの赤いやつな。見たことね、赤い塩な、あれ美味しいな。柴田、大事な話があるんだ。あ、お前、一人っ子だっけか、お前って。一人っ子な、うん、一人っ子ということは、幼い頃から兄弟がいなくてっていう意味だな、うん、知ってるよ、うん、それを一人っ子っていうな。一人っ子ってそういうことだもんな、うん、こう今な、一人っ子のこう裏取った感じ、裏を取ってなあ。あ、春夏秋冬どれが好き？夏。意外だな、お前なんか寒い方好きそうだから、なんか今俺ちょっとこう裏をかかれたような、なんかそういうこう気持ちにはなってるけれども、まあそうか。え、夏のどこ好きなの？ああ、海。そうか、海楽しいもんな、うん、俺も好きだよ、うん、海。そう、塩って海からできるんだよな、あれな、海の水から。今はどう作ってるかしら。昔は塩田っていうのがあったな、あちこち。海の水がな、青いんだから、赤い塩どっから作ってんだろうな、あれわかんねえ。赤い塩が一番難しいな、あれな。なあ、なんだ、何の赤だあれな。あ、赤いな、ヒマラヤ岩塩とかな、なんか、なあ。最近さ、あの抹茶塩をよく見るよな、あれ。あれここ最近だよな。10年前なかったろ、抹茶塩あったか。
俺なんか急に出てきたなって思って、急に出てきたなって思ったから、んって思った。ん？あ、今日お前呼んだのは、塩の話がしたかった。いろんな塩があるって。赤い塩が一番よくわかんないっていう。抹茶塩は最近出てきたって。なあ、普通家には塩あって2種類だって。で、天ぷら屋楽しいって。まあもう寝よ。あ、ゆっくり帰って。うん。あとでバットとグローブ送るから、息子さんと時間作ってキャッチボールしてやれ。うん。あ、まだ天ぷら行こう。何を思ってる？ボスのこの集大を見て、お前ら今何を思ってる？お前ら知っての通り、俺は非常にこう自意識が過剰な人間だから、この環境が耐えられない。お前らを殺そうと思う。マジでごめんな。俺が悪いんだ。ごめんな。バーン。バーン。